お、インスタ見た？昨日のフェスありがとうございました。なんだっけ、アイドルスター、イーサーの件いいよね。よかったよね。そう、ちょっと前にもやったんじゃけど、久しぶりに使おう、あの機能と思って、あのもしまだ見れてない人は、あのインスタの あれはメッセージを送ったらいいものが見れます。その見方わかんないって人いるかもしれない。ストーリーにメッセージ反応をしたら、スタンプでも言葉でもしたらどんな内容が見れます。お客さん嬉しかった、アイドルスター、あ、くるくるめちゃ可愛かった、嬉しい。 X でもありがとう、ね、昨日めっちゃ近かった、びっくりした、くるくるも激近、一番近かった気がする。そう、ハーフツインでした。よかった、嬉しい、よかった、ありがとう。いいお腹入れた、おもろい。あ、かわいい、最前目でクルクル栽培した、あ、ありがとう、こちらこそ、やった、嬉しいだけなんですけど、近くで空気見て最高だった、お、やったね。そう、昨日本当にびっくりすごい近くて、あの、なんかもう普通に手伸ばさなくても手たうぐらい、手たうよねぐらい近かった。初に手たじゃろんじゃろん、クルクル可愛かったになりました、可愛いです、ドコン、可愛いです、とか言って、あ、すげえ、あ、嬉しい、近すぎて振りそう、え、ほんまにね、フーディークルクル、あ、見てるこっちが振れないように気を配るクルクル、おもろい、そっちがね、気を配っちゃうぐらいってことで、おもろいね、おもろい、しかもおもろいのがね、 VIP 席が横なんですよね、新しく VIP 席横と思って、横、そう、横に VIP 席が、お、 SKE さんの周年公演、いいね、目当てよかった、あ、これはもうくるくるの虜ですね。あ、聞きでよかった、ありがとう。髪って、あ、下手が肉つも血を与えちゃう、私、あ、ほんまにありがとう、来てくれて、あ、ビップ席どうだ、一番後ろ、そうな、そうな、あ、自分誕生日おめでとう、誕生日誕生日おめでとう、ね、資金繰りよかったよね、ほんまに嬉しい。そう、他のアイドルさんも見てくださった、他のっていうか、あの、出演してたアイドルさん見ステージ見てくださってた、クルクル買いすぎてめちゃ言ってた、嬉しい。フェス後にクルクルのこと褒めてるポスト見ついて、え、クルクルも嬉しかった、クルクルもちゃんとフェスの後エゴサするんだけど、なんかくるくる ST はくるくるで行きます、くるくる応援しますとか、くるくるよかったみたいな、苦しまでごさん、苦しまさんよかったみたいな、おしい、新たに好きになってくれたみたいなとか、こんな可愛かったっけ、またおもろい、嬉しい、めっちゃ嬉しいし、あ、しっかりスクショしてますね、カシャリと、あ、近くで楽しかった、嬉しい、こちらこそ近くで嬉しかった、てか
スクショはそんなんでスクショしているからくるくるも重いんだよね。携帯が重い。くるくるはいろんなスポーツ観戦してるから、広島スポーツ応援隊長みたいな応援隊あれみたい、速攻演技の応援隊みたいになってるけど、確かに最近いろいろ見ているよ。あ、エコ見れるくらいだった。解説釣られた？おまかいな。クルクル解説先にバレます？いや、バレるよ。クルクル目の前にいました。ほんまにね、下手多かったしね。下手来る島やったから。モニターに、そう、モニター、そこの会場はモニターにずっとアーシャと名前が出てたから、それでなんか、名前もすぐ喋ったらよかったかな。フェスの後、エゴサ、お。してる。あ、確かにエゴサではないのに。サーチしてる。それしいなってきましたよ、今度真面目に握手行こうと思う。え？来てほしい。近くで必然性、わ。しかも必然性6人バージョン。6人バージョン初めてで、レアですよ。マスオさんってやば、はず。え？やだ、はず。キラのフェスの会でビールが飲んで、なんか見た、なんかツイート見た、なんかビール持ってる。アイドルスターで調べたらビール持ってる人いた。スポーツユニみたいに名前を書いた衣装で踊るのが新キャリアですし。あ、なるほどね。ユニフォームみたいなね。ユーカーみたいなね。空、銀座行きたかった。体が刺さる。いや、ほんまにね、体2つあってって感じ。切っていくぐらいの。感じだよね。でもギズ来てほしかったよ、近かったしそこみたいな。お羊よかった。そう、ナナフェスもあったね、昨日は。ビブスして踊るフェスあり、おもろいけどリハーサルみたいな、自分の都合だけど、最近リアルクルク不足らないように注入していこう。クルクルが行くわ、じゃあ切ったら取り返しがつかない。確かにこうやって切ったらいける、こっちで。あ、シティが初見の、あ、そうなんじゃ。でもかわいい。そんな楽屋がなんかST の楽屋を経由してみんな特典会に行くみたいな感じだったの、そのアイドルさんがね。 ST の楽屋経由のこうなんか特典会への道みたいな感じだったから、そういろんなアイドルさんがその着替えてる時とか通ってたんだけど、でこうやって見て可愛いなと思って見てまして、ちょっとキモいか。今度から仕事の時は体切ってイベント、そうしよう。くるくるもじゃあ出たいイベントいっぱいあったら体切って出てくるわ。また来てくれよ。また行くね。来てね。後ろの人がクリシマさん可愛いなって言ってた。嬉しい。やば。重点もすごかったね、昨日ね。釣られた？しょ。あれとか言って。クルクル釣れたっしょ単純すぎる。よっしゃって、これで喜んで。本当ですか。好きになってくださいね。あ、違う間違った。もう好きなんか、釣られたってこと、もう好きなんか。切るの怖すぎるから分身術、あ、そっちでもいい、分身の術でもいい。仕事終わりに無理していてもらってね、ほんとありがとうね、来てくれて。忙しい中来てくださる方もいると思うし、遠征とかもあると思うけど、ありがとうね。重点も響く、確かに。ドゥドゥドゥ、よし、おもろい。あ、どう考えても可愛い、おもろい。ウーハーっていうの、ウーハーっていうの、服がビリビリする。そんなだったんだ。
詳しい知識ピルルルル見てどうせね、あの近くで見えてほんまに赤ちゃんやからあの絶対苦手おもろい大人じゃなかった赤ちゃんなのくるくる大人だからつえちなみに今日も私今日もさなんか普通になんか大人に見られなかった今日はあのレジーナサフレレジーナの試合行ったんですけどレジーナはあのあれなんですよねあの当日券で行ったんですよで当日券でお父さんと言ってお父さんが大人2枚自由席くださいって言ったの大人2枚自由席くださいって言って失礼しましたって言われてよしって思ったらなんか大人の方でよろしかったですかって言って私の顔私の目を見て大人の方でよろしかったですかって言って大人はいあよろしいよろしいですけどよろしいです今日も言われてでお父さんはお父さんはそういうのいじってくるタイプだから今絶対大人に見られんかったよね大人に見えんでしょとか店員さんに向かってあ店員さんお店の人に向かってチケット発券してください人に大人に見えんでしょとか言ってもうくるくる今日も間違われたピンあくるくるとひびきちゃんがダブルセンターにしてえよかった嬉しいそうなんよひーちゃんとダブルセンターでいつもあずみとやってたんじゃけど今日は昨日はひーちゃんとやった全てのことに理由があるもう無駄にはあ違うできないおこうやって手つないでひーちゃんとあ大人くるくるね今日はあニアジョイさんライブいいね実感のようなもの腹に響いたそんな響いとったんじゃん音は逆年齢確認え別にそう子供でいいなら子供用金で払おうかなとか思ったよ全然大人なんですけどなんか中小中高が子供料金でそれ以外が大人料金普通に2日連続ねあ違うわ1日空きだったそんな曲やったえそうよ出演戦もやったよトゥルトゥルトゥルもやったあクルクル見たから11月5日の福島編えクル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 を見たい嬉しい楽しもうねすべてのこと…パパもクルクルちゃん可愛くたま大人チケットで飛ばした時に痩せて待っていやそうよよし、大人チケットいけるよって思ったら。待ってよ。え、私のお父さん今、腕がやば、腕が、あ、ちっちゃい、肩が痛そう、肩が痛いって。で、このま、病院で MRI 取ったらしいんだけど、MRI?で寝転がるじゃん寝転がって肩見てもらおうと思ったら寝転がるのが痛すぎて泣いたらしい久しぶりに泣いたって言ってたくるくるは今日腰がピキリそうになったね高校生に間違えたんかな JK ってことでラッキーあ見られます好きそうよプライタ見られます25日行きますお香川待っとるね香川大学嬉しい楽しみ緊張するんだけどくるくるの腰はえなんか気づいたら大丈夫になってた気づいたら大丈夫になってたけどなんか普通に意味わかんないなんでピキリそうになったのかあ筋肉疲労なの繰り越し経験なぁ苦情キャッツにどこか痛めててほらおもろいみんなえ高めすぎて柵のメッシュで膝が擦れて痛コロちゃんも
背中にかさぶたできてて、それがなんでできてるのかみんな分かんなくて、病院行ってかさぶたのメカニズムをあの病院の先生に教えてもらいました。ワンちゃんの、腰気をつけろほんまに。ねえ怖いよね、ぎっくり腰に前兆とかあったもん。一回なると大変、間違えた、何回もなるとかなり、え、そう、癖づくみたいな、気をつける。で湿布貼ったら湿布めっちゃ痒くて、くるくると映画の話したい、しよう何でもできるよ。もうくるくる早く室井慎二見に行きたい。慣れすぎてコロちゃんかさぶたできちゃった。腰にサポーターつけてレッスンやってる人見たことない、今んとこ。気をつける、ありがとう。19日の福山に行くことは確定だけど、何時に行こうか、あれまだ時間出てない、あ夕方か。来てどうしよう、確かに何時、ウルトラロマンチックハロウィン、ロマンチック恋のアンテナ、マジで一撃って言われてんだ。香川大学にメールに聞いたら STA のステージは1時間あるとコスプレすぎる、あコスプレおもろい。えでも香川大学はほんまになんか曲数も多いんだけど、曲数も結構めっちゃ多い、普通に花垂れ公演かなってくらい曲数が多いのと、ストリームもなんか、おこれをやる、なるほどみたいな曲も多い。だからコスパで言ったらめっちゃいい。恋のアンテナ、お24と25は休むために今日は仕事、お疲れ様、ありがとう。ラストマイルでも見たよ、ラストマイルね、ラストマイル2回見たよ、くるくる。えジョーカーもちょっと気になってるよ、ジョーカーでもいろんな意見あってちょっと気になって、腰は本当気をつけて、え気をつけるし大丈夫、いやもうほんまに心配、くるくるの話が行きたすぎる、いやもう幸せにしますよ、もうほんまにほんまに来て、来たし12月8日とかもね待ってる、くるくるちゃん見たい、見に来て、やぶれざるもと行きすぎも、え両方気になる、それやばいやばい、それやばい、福岡城観光、えありあり、福山でロマンチック、あ福岡って言った、くるくる福山でロマンチックになって帰れたらなろ、ロマンチックにね、楽しみだよほんまに、ハロウィンも楽しみ、お菓子かいただくか、まあ、そんな感じかな。 R18 の映画チケット年齢がそんな怖い系の映画、確かにでもギリ19じゃけさ、確かに どういう感じで幸せにするんじゃろう、いやもうねもうこういう感じよ、じゃけもうああいう感じ、ああいう感じでこういう感じ。ジョーカーミュージカル映画とかさ、えあるよね、苦しみ、いかがお過ごしですか。え今日はちょっとさっきなんか1時間ぐらい寝落ちしちゃって、もうそれにめっちゃくるくるはなえて闇くるくるでした。私寝たら病んじゃう私寝たら病んじゃうんだよね、さっき 寝ちゃって病んじゃった。風呂入ってゆっくりする、えいいじゃん、大学生は時間もお金も作ろうと思う、頑張るからぜひくるくるファンで、そう言ってくれて優しい、くるくるも好きだってもらえるように頑張る、頑張るけど、頑張るけど
腰の神経常に圧迫されて、え、しびれる？椅子に座ってるのとか大丈夫？立ってる方がきつい？体がだるくなる25日仕事休みで自分がもどかしいです。お仕事も本当にでも応援してる、くるくるだって頑張って、いつも寝落ちしとるやん、まあ、そうあとはそうでもいつも寝落ちしたって病んでる。福岡行くよ、間違えた、福山だった、福山だった、福岡あったっけと思ったら福山だ、ああいう感じ、そうああいう感じ、寝落ちした、あ寝落ちしてた、一緒じゃん、確かに寝落ちした朝じゃない、確かに、うちの大学の学園祭どこ、どん黒黒の睡眠が幸福に変わる日を打ち合わせ、お知らせ優しい、一生一生ないかも、いつかあるよ、いつか幸せな睡眠が、福山で何だろう、何するか、欲しい、待って、何だろう、あ残るか帰るかも、一日曜日イベント20か1920、なるほどね、むずいね、昨日日帰りだったら今日も疲れ残って、若干疲れくるくるだったけど大丈夫11月の福祉もね、楽しみ、くるくるもこのにあのアイドルスターの時に気合い入れをしてきました、あのマジでやってやろうなってみんな言いました、丸一日睡眠、あれ睡眠寝れるかな、立つのも座るのも、え、しんどいの、3連休終わったね、あディズニー近いの、あかんけどおもろ、あめっちゃ好き、嬉しい、くるくるたずる寝れてる、ほんとに面白い、ほんまほんま、昨日の移動、ああ昨日の移動さ、くるくるさ、昨日帰りの新幹線めっちゃバリ寝とった、あんま寝てない、いや自分の中ではあんま 寝れんくて、なんかもし寝れんと思っとったんじゃけど、めっちゃ結構寝とったっぽくて、かなうたんとさちたんがまあいい後輩ということで、あの窓側の席を譲ってくれたんですねやっぱみんな窓側に来たわけですよ、でもクークもちゃんと充電とかスマホ充電とかしたかった、何も NS で言ってねってちゃんとクークもいい先輩をしてでやってたんだけど、バリなんか寝とったらしくて、なんかクルさんめちゃくちゃ空いてましたよって起きたら言われた、うん、あ、クルクル見ながらスターラブ、ふっくうまし、めっちゃふっかる、25日夕方だからサニキうどんとクルクル、わっうどん食べた、サニキうどんもいい、10月1月これからのイベント、体切るしかなくて、今からないほんまに切りたいよね、ほんまに切りたい、あ、じゃあ近い、あ、今日実の日なの、あ、そうだった、ディズニー行かないとこない、え、そうな、クークも記憶ないけど、できたんか、いい子挨拶で、カナウとかはずっとマネージャーさんに、カナウは窓側に座りたいんですって力説してたらしいの、その前の移動の時とかなのに、私に窓側を譲ってくれたの、カナウたんいい子え、クルクルの MC 好き？そう、昨日も頑張った。ドキドキだった。ドキドキ。そう、いじられた。余談で大丈夫だった。寝顔隠しする、ごめん。確かにね。確かに。来る、かなうさちさんと、席広く。確かに。あ、そういうこと？こうやってね。そう、ゆらさんには口開いてるって言われる。確かに真ん中座席広いね、らしいよね。
え、香川大学の学園だったらうどんの模擬店、模擬店あるの？アトラス筋見れんかった。クロクロの話聞いてると自分もふっかるなりそう。え、なれるよ。なろ。ね、ペンライト本当に嬉しいよ。フェス。かなうかかな。アップ。そう、かなう、さっき A がいいってずっと言ってたのに。まだ変わって指定しようかなとか言ってた。じゃあちょっと根持ってるやん。しかもかなう真ん中だったからね、席。おもろ。コメント見てるとき割と口開い。私結構口開いてるやばいよね。え、そうよ。カナヨタン年上だよ、私より。猫かわいい。かわいいかな。あ、なるほど。ワンちゃんケーキ。ワンちゃんのケーキ。かわ、ありがとう。嬉しい。かわいい。かわいい。コルちゃんかな。かわいい。ありがとう、なるほど。嬉しい。あの、今日のインスタも見てくれてたよね。あのストーリー。知っているんだよ、クロクロは。ありがとう。嬉しい。ありがとうわ、本当に。ただ、見に行ったのかな？千葉さんの。どうなんだろう。ありがとう。キルキル。マクドナルド。ポッキーとか入れられてる？やば。入れてほしい。パクッと。パクッと食べちゃう。いやでも、なんか、くるくる絶対寝てる時の顔やばいからな。インスタメーションとかもできる。そう、ストーリーメーションとかもできる。え、なんかさ、メンションは、ちょ。なんかたまに、なんか間違えて私押しちゃって、なんか、押しちゃうときあるんだよね。何なんだっけ、何を押したんだっけ、なんか、わかちょっとインスタむずくない、なんか、投稿の、メンションじゃなくて違うやつ。なんだろう。マクドナルドあんま言っちゃう。言いたくなっちゃう。マクドナルド。ワンちゃん。あ、猫。あ、猫これ。猫ちゃんこれ。いや、DM 送ったんじゃなくてね。DM 送ったわけじゃなくて。あ、そう、あ、タグ付け。タグ付けかも、タグ付け。そんな感じ。それ、かも。タグ付け？多分。え、でも昨日は目開いてるって言わなかったから大丈夫。あ、シェアかも、シェア。待って。シェアかも。あ？ちょっともうわからんのね。シェアか、タグ付け。え？そう、インスタ、さ、確かコメントとかさ、いいの？押そうかな？押そうかな？押していいの？押し。そう、ストーリー。マクドナルド、呼んだ？呼びました。ストーリーのシーンリンクあって間違えて。あ、リンクね。あ、押していいと思う。過去見てると。あ、そうな。押そうかな。あ、リンク作っちゃうな。おもろい。インスタ講座、ちょっとお願いしたいけどね、結構。でも、くるくるでも結構、まあ、逆に、その、みんなが知らない特殊な機能を使ってるとこはあるよね。あの、今日やってたやつとか。あれみんな使ってないじゃろ？あれ誰も使ってないじゃろ？普通に、全世界。おもろい。見つけちゃったって感じだよね。こっち側のインスタに鍵つけててもコメント。読めてないかもしれん。鍵
鍵だったら読めてないかも。読めてないかもしれない。あ、コメントね、あ、間違えた。コメントへのいいね、オッケー。しようかな。しようかな。見ないよね。コメントしたら画像見る。あの気分、おもろいよね、ほんまに。くるくるも。間違えてカメラ起動して、自分続きは、間違えて載せちゃったりね。SNS 講師とかいつの授業を見たときに毎日更新しますとか当たり前すぎて言ってまあそう、確かに。サラピさんあたり、あ、サラピさんに聞こうかな。くるくるの文章、手書きないよ。初めてしたじゃろ？最先端行ってない？今日のインスタ、なんかと思った。え、じゃろ？メッセージ送らざるを、え、やった！おもろい。何かなって見たらパン食ってた。え、そういうことなんですよ。パンか食べてたんですよ。コメント嬉しいよ。めっちゃ見ているよ。嬉しい。曲つけれるけど かなりマイナーの曲まで。そうなんじゃ。くるくるまだ今んとこ48グループやっとるけど。あ、全然、あ、さすが？さすが？X のアカウント？見てるよ。見ている。カメコ写真とかもいいね。え、ね、カメコ、私なんか、カメコさ、くるくるさ、いいねしていいですか？って聞いたら、ダメですって言われちゃった。ちょっと前に。あ、アリスクルクルかわいい？かわいいよー。明日はクリスマーカー見てるよ。ほぼ見てるよ。心のいいねを押してるけどね。プレイリストは、プレイリスト普通に生きてて、あ、この曲いいなと思ったらプレイリストに入れる。いいね問題、あ、そう、難しい。そう、なんかダメって言われた理由は、いいね問題は、そう、それでもしトラブルが起きた時にいいねされなかったとかされたとかで違いが出てきたりしたら、大変だからみたいな感じだった。50分やばい。沖さんがダメって言われてないから最初にいいんでしょ。おもろい、おもろい、いいね、心のいいね、心のいいね、いいね。あと口に、じゃあ口に出すわ、いいねって言うわ。そしたら伝わる、伝わるよね。まあでも確かに、いいね表示されんくはなったけ、あれ、わかんないっちゃわかんないけど。どうする？あ、やばい、時間ないなった。もしさ、今さ、いいねさ、見れんってなってるけどさ、いいね、表示されますとかさ、なったらどうする？いいね表示されますってなったらみんな大丈夫そう？いいね、あ、やばいやばいってなる人おるんじゃない？絶対。あ、やばい。俺のいいね欄大丈夫かなみたいな。絶対悪くない？え？表示されるとなったら話変わってくるんだけど、みたいな。絶対いるよね。そうなってくると話は違う、みたいな。なんか、水着の写真ばっかりいいねしてるみたいな。おもろい。絶対いるんじゃない？
そうだよ、他の人にいいねしてるのも見れてるから。はい、それではアスクしたいもん。アイドルスターポーズ。あ、昔の映画表示されたのに、くるくるのしかしてないんですよね。体切る。カメラ目線。それでは、告知タイムは19日は福山美術館前に集合。24はチャーミングトリップ公演、現体制今のセトリフルでやるのはラストです。25日香川大学、今もチケット販売中です。11月2日、江田島です。11月3日、クルージングです。それでは壇上。13位、福ちゃん。12位、ナッシー。11位、リョフ。10位、レンタルキャット。9位、アルタイル。8位、アレちゃん。7位、ハンマー。6位、ステラ。5位、ヨハ。4位、柏木マスキー。3位、トマトポー。2位、ヤマタカ。そして1位は、ドゥルルルルパーン。ナルド。ありがとう、ナルド、ありがとう。ケーキタワーもありがとう。嬉しかったよ、嬉しいよ、ラブ、ありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。3連休お疲れ様です。明日も頑張りましょう。それではおやすみ、ミートボール。おやすミステリアス。